6番はこちらです。ドッキー、じゃじゃーん、でっかい。こちらになります。熱いございますね。あ、そこに暖房みたいなのがある。これはカーテンは開けて、ね、開けれるんだね。開けれるかな。ちょっとやってみようかな。あ、開く開く。え、すごいよこれ。え、開けてみるね。あ、すごくない。まだ開いてるよ、ちゃんと。よかった。すごー。あ、涼しいのが来ました。で、そのさ、真ん中にいて、2人でさ、上からさ、そのオープニングに使うやつ。いいじゃん、ほら、座ってた方がいい。いくよ。こっちの手前から歩ってきて、エビどうした。やっちゃいました。あちゃ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 。ゆっくり行きましょうね。ゆっくり行きましょうね、はい、ゆっくりやりましょうね。行きます。はい、ミックスベリー。舐めてるやん。舐めてるけどめっちゃうまそうです。めっちゃうまそうです。はい、ちょっと待ってください。やります。あ、ちょっと待って。やります。こっち向きにして。あ、ちょっと待って。どうでしょうか。どうでしょうか。いいですね。いいですね。うまそうですね。綺麗ですね。うまそうですね。はい。待って。この絶景と絶景と。この粉は食べよう。この粉。ちょっと椅子使いたいんですけど。椅子使いたいんですよね。そうなんです。そしたら、どっち側かにまとまる？二人。ポケットから持ってこれるっていうね、はい、そう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 。あの、テイクアウトで。やばい、アイスがどんどん溶けてる。あ、ドロドロだ。テイクアウトできないよね。いい。ここにも、うん、ここに持ってこれる。素晴らしいですよ。太陽当たってる。はい、これアイスだからね。食べてみな、アイス。はい、はい、いいの。いいよ。半分いただきます。ほら、ミント。ミンチョウちょっとやべ、ママ、いてる。ミントでございます。いや、ミントはいいね。ミントはミントなんだよね。ミントはいい。ガム食べたみたい、ミント。あ、ミントのガム、ハワイとかでよく売ってる。これすっごいおしゃれ。食べていいですか。おしゃれだよね。なんで、ママが切ったやつ食べるの。いいよ、どうぞ。こうやってつけて食レポして。はい。なんか1ブルーベリーとなんかホイップと混ざってる。うまい。いいですね。はい、8歳の限界値でございました。いい食レポですね。はい、私がいきますね。甘い。美味しいです。いや、雪山で食べるスペックじゃない。だよね、なんかそんな見た目からしてそうだよ。もうなんかすごいの。ご飯屋さんで行ってる気分。パンケーキ屋さん的なね。そう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 。なんか、あのアメリカのジェラート屋さんみたいな感じ。ジェラートとかでよくあるとこういうチーズケーキファクトリーみたいな。うん。なんかね、そうそうそう、パンケーキ想像してたのは、うん、なんかあの普通のほら。うん、パンみたいな丸い、なんかパンみたいな体だな。そうがさ、見えるかな。あれ、硬いんだよ、これが。カリカリさ、この層っていうのかな、サクサク。アップルパイみたいな、アップルパイみたいな。この、なんだろう、想像してたパンケーキじゃないのかな。ほんとだ、なんかパンみたいな感じ。うん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 、そう。あれね、スキレット食べていいですか。で焼いてるからやっぱさ、違うんじゃん、普通のと。
もう一口いきます。ねえ、俺もナイフ貸してよ。俺ないの、ナイフ。はい、じゃあ俺ももう一口。手まだ切ってない。切れるかな。なんか雪山で、ね、うん、嬉しい甘さ。あ、スノボの後とかね、休憩とかね、糖分、うん、欲しくなるよね。どう、切れました。でも普通にさ、スノボじゃない人も来てるよね。来てる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 んですよ。長靴の人とか来ます。いただき、まだだな。それは良くない、普通に来れるみたいな、うん、ナイフで持ってきます。開けちゃった方が分かりやすいかな。開けませんね。ちょっとさ、これだけ暮らして、ね、いただきます。うわー、アイストレッチ。うん、どうですか、雪山で食べるパンケーキは。グッドですね。グッドですね。もう一回やって。はい、雪山で食べるパンケーキはグッドですね。幸せそうな顔なんだけど。でめっちゃ、ね、めっちゃうまそうに食うじゃん。てか私たち雪山で、うん、こんな美味しいご飯食べたことないよね。美味しいカフェを、上標高600メートル、うん、600くらい、600くらい、うん、で雪山でこう、なんて言うんだろう、憧れの、うん、あっちの山を映してください。違う、山頂はもっとか、エベレストがあります、あそこには。ね、景色がいいんですよ。もう、あそこ崖だけどね。時間も見れて嬉しいわ。で、こちらキャラメル、このこれをキャラメル、マキアート、感想をどうぞ。濃厚ですか。濃厚です。ヘルメットなんでかぶってるの。またかぶった。脱いでください。なんかなんか苦いコーヒーだね。普通のコーヒーだね。キャラメルの味がしません。え、するでしょ。うん、しないよ。するよ。する、ね、違う、コーヒーだよ。抹茶です。抹茶いってる。あ、抹茶、抹茶。だよね。いただきます。かわいい、書いてあって。うん。抹茶コーヒーですね。これも甘くて美味しい。どっちが甘いって言うと抹茶ですね。抹茶です。どっち好きなの。まあ言うけど、まあどっちも。ホイップいただきます。はい、ホイップ大好きですから。いいでしょ。うめなんか私がさ、こう食べて感想を言うより、8歳の子供の食レポの方が信頼性があるじゃん。あ、リアルなね。うん、なんだろう、アイス、私とかだったらさ、こういかにうまく言うかとかを考えるじゃん、うんうん、でもヒートだとさ、あ、アイスがなんかコストコの、うん、なんか溶けてるバージョン。それそれはコストコのとか言わないで。もう一回カット、はい、もう一回、はい、アイスは、アイスは、はい、甘い。暑いですね、ここ。暑いね。暑いね。でもこれ冬はすごいいいんだと思う。いいよね。真冬とかね、雲海の時に来たかった、ここ。幸せ。幸せ、幸せだと。あと何あんの？これでもあるよ。かな？パンケーキ食べましょう。パンケーキ食べましょう、エビさんも。はい。はい、エビちゃんも。いや、待って。え、締めとかやった方がいいんじゃない？締め、取ろう、締め。うん。はい。眩しくなってきちゃったけど。眩しい。眩しい。はい。今日は石内丸山にあるこの私たちが来たかったドームテントのピクニックができて満足です。
では今から完食した後滑りに行きたいと思います。はい、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。Julia.